はい、3月1日です。舞妓スノーリゾート舞妓エリアより撮影しています。ゲレンデの状況はこんな感じですね。茶色くなっている箇所がだいぶ増えてきました。はい、でお客さんの状況といえば見たままですね。だいぶ少ないです。こちらにもちょっと、はい、こんな感じで、昨日よりもだいぶ少なくなりましたね。今日来られたお客さんに関しては、お客さん同士のその接触と気にせず、滑れていいのかなというふうには個人的には思いますけれども、はい。そしてですね、動画上げている中で、コメントをしてくださる方多くなってきたなというふうにちょっと感じてまして、すごい嬉しく思ってます。ありがとうございます。それで、今回もですね、昨日の動画ですかね、体感気温に関してちょっとコメントというかいただきまして、で今日なんですけども、その天気予報を見ましたら最高気温9度になってたんですね。でちなみに昨日の朝見たらですね、昨日も9度ということで、同じ最高気温なんですけども、今日ものすごく寒いんですよ。曇りっていうところが、大きく関係していると思うんですけども、昨日よりもですね、上着1枚もしくは2枚羽織って滑ってちょうどいいかなっていう感じです。でこのようにですね、ただその気温だけを参考にするのではなくて、曇りなのか晴れなのか、はたまたその雨なのか、この時期ですねっていうのも少し参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、非常にその、天気によって体感気温変わりますということをちょっとお伝えしたいですね。はい、コロナウイルスの影響もあってかだいぶお客さん少ないですけども、これまた来週も続くのかどうかちょっと分かりませんけども、雪自体はまだまだあります。で今こう見てる映してる範囲はですね、やはりゲレンデ下部ですので、雪芸は少しこう早まるのではないかなというふうには思います。ですけども舞妓の場合ですね、ちょっと見えないですね。ゴンドラ上部まだまだ雪たっぷりあります。パークもですね、昨日行ってみましたけどもアイテム増えてましたね。ジャンプ台も3つに増えてまして、レールなんかも、3つ4つかな、増えていました。だいぶ楽しく滑れますのでね、はい、まだまだ、これをチャンスと捉えて、コロナウイルスですね、チャンスと捉えて、楽しんでい、きたいなと、そして楽しんでもらいたいなと思います。はい、ちょっとじゃあ長くなりましたけども、今日のゲレンデの様子でした。以上。